ソニー ICD シリーズ ICD はソニーが開発、販売している IC レコーダーの製品型番である。シリーズ展開当初より IC レコーダーのシリーズ名を用いている。以下は日本国内で発売された製品について記述する。1996年11月にソニー発の民生用 IC ボイスレコーダーとして ICD-50 が発売された。 発売当時は PCM に準じた記録方式とメモリー容量の少なさ ICD-50 は 16Mbit で最長12分から保存用途ではない簡単な音声メモ用途に使われ会議や講演などの長時間録音は未だテープや MD メディアが主役であったストップウォッチを模した手のひらサイズのデザインが特徴1997年に録音可能時間 メモリ容量を増加させた ICD-55、60とソニーイエゲーのジョグダイヤルを搭載した ICD-70、1998年には ICD-80、1999年には ICD-65 がそれぞれ発売されている。いずれも外見は ICD-50 を踏襲している。i c d 7には ウェイブリンクという別売りのパソコン用ソフトがあり、専用ケーブルを用いてパソコンと接続することでパソコンに要件を保存することができる。1999年に発売された機種で ICD-R100-200 の2機種がある。ICD-50 シリーズから一転、今日の IC レコーダーで多く見られる直方体に近い形状となった。録音時間は 128分から300分 R200 の場合まで伸びた。本機種にも別売りのパソコン用ソフト ICDP シリンクがあり、専用ケーブルを用いてパソコンと接続することでパソコンに要件を保存することができる。記録媒体に内蔵メモリではなくリムーバブルメディアであるメモリースティックを用いたシリーズ。メモリースティック IC レコーダーの名称が用いられた。 付属ソフトを用いることでパソコン上でデータをコピーすることが可能。1999年12月に発売されたメモリースティックウークマンが用いたアトラックとも異なる独自フォーマットを使用している。本体に USB 端子を備え、パソコンと本体メモリー管でデータの転送を行うことができる。データ転送には専用ソフト、デジタルボイスエディターが必要だが、 BP250PC 以外は別売りの PC 接続キットを購入する必要があった。機能を絞ったエントリーモデル。パソコン接続には対応しない。録音形式は独自形式の TRC である。B シリーズと同様、機能を絞ったエントリーモデル。パソコン接続には対応していなかったが、BX332 はパソコン接続が可能になった。 録音形式は MP3 である。現在の主力である SX シリーズに通じる細長い筐体が特徴のモデル。従来はモノラルでしか録音できなかったが、ステレオ録音に対応したモデル。マイク部分は回転させることができ、狙った方向の音を録音しやすくなっている。2016年現在発売されている高品質の録音性能と USB 接続端子を 備えたシリーズ。全機種ステレオ録音が可能。モデルチェンジとともに、機能の拡張も行われている。b p シリーズから続く、パソコン接続対応エントリーモデル。パソコン接続非対応の B シリーズと住み分けが行われている。録音形式は TRC。b p b x シリーズから続く、パソコン接続対応エントリーモデル。 長時間録音が特徴。録音形式は MP3。USB ケーブルを使わないで直接パソコンに接続できるモデル。録音形式は TRC でモノラル録音のみ可能だが MP3 の再生にも対応。ローペックでの録音、再生には対応しない。U シリーズと同様 USB ケーブルを使わないで直接パソコンに接続できるモデル。 薄型、軽量、カラフルで、再生時のエフェクトを5種類プリセットするなど、音楽プレイヤーの用途も想定している。録音、再生フォーマットは MP3。ステレオ録音も可能だが、U シリーズと同様、ローペックでの録音、再生には対応しない。大きな液晶とボタンが特徴。テープレコーダーからの乗り換えを想定して、ダビングキットが付属されている。 録音、再生フォーマットは MP3。大きな液晶とスピーカーとボタンが特徴。SD メモリーカードのみの録音に対応している。録音、再生フォーマットは MP3。薄型機種。録音、再生フォーマットはリニア PCM と MP3 だが、再生のみ WMA と AAC、拡張子は M4R に対応している。 ICD シリーズの特徴の一つに、録音した音声の圧縮に、ローペック、L ペックという独自コーデックを使用していることが挙げられる。ICDBP120、220で初めて採用され、以降発売された機種の多くで採用している。また、他社機種が MP3WMA といった汎用コーデックを採用する中で、 カくクにローペックの未対応を貫いた時期もある。以下に長所と短所を記す MS シリーズ BP シリーズ以下の ICD シリーズにはデジタルボイスエディター、デジタルボイスエディターというパソコン用の編集、管理ソフトがバンドルされている。製品にインストール用 CD が同梱されているほか、ICD シリーズのホームページからインストーラーをダウンロードすることも可能。 前日の通り、一部 CD と USB ケーブルのセットが別売りとされている機種があった。要件再生、保存、消去といった基本操作以外にも、要件の分割、結合、早機き、地利き、ファイル形式変換、CD からのリッピングなど様々なことができる。なお、U シリーズ、UX シリーズなど一部の機種には付属、対応していない。 また、ICD-CX50 では専用のビジュアルボイスエディターが付属されている。メモリースティックに記録する機種のうち、パソコン接続に対応していない機種では、メモリースティックボイスエディターを用いることで、同等の操作が可能、パソコンのメモリースティックスロット介して書き込み読み出しを行う。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。